橋本屋の呪術プリスト。はい、橋本屋です。岸田香音です。今回から複数回にわってお送りする ASJF のアジアンオープン、こちらの方1回目、紹介したいと思っております。はい、橋本金也の呪術プリスト。この番組は株式会社ムンディネロ、金属工事呪術一式一徹、イサミ、ラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。はい、今回は8月12日土曜日、愛知県名古屋市の愛知県武道館で開催された ASJJF 主催アジアオープン2023キッズ男子パート1をお送りします。見どころは、はい、このねキッズの、男子ですね、こちらの方もね生きのいい子供たち元気いっぱい試合やっておりますので、こちらの方見ていきましょう。 VTR スタート。はい、ティーン黄色帯ライトフェザー決勝戦、吉村壮太対長谷川優です。はい、このねワンマッチ決勝戦、この長谷川優が4歳、吉村壮太はエクストリームエビナということでね、この2人のこの名古屋でのワンマッチ決勝戦どうでしょうか。今ねガードを取っているのが吉村壮太、上から攻めている白い道着が長谷川優ですね。このね上から攻めているこの長谷川の、ね、背中には盆栽のロゴが、大きく縫い付けられてますね。はい、今ね盆栽呪術 MMA みんなやってますけどもね、やっぱ呪術チームも頑張ってますからね、こういうね新たなニュージェネレーションが頑張ってくれるといいんですが、スイープされてしまいましたね。はい、そしてクローズガードを取っています。さあインサイドクローズからどうやって、攻めていこうというのが吉村壮太、腕がしっかり入ってた、ね、はい。さあそしてもうすぐさまね腕十字かけましたね。さあこの腕十字はどうか、ちょっとね相手の体がね伸びてしまってるってことと、ちょっと足がかかってるんで、このそこら辺がね決まり具合がどうかというところですが、しっかりとこの腕十字にこだわっている長谷川、決めきれるかどうか。吉村はなんとかしてね起き上がって抜けたいところですけどもね、足をかけてるんでこっからね肘をうまくずらしたりね抜けたりすればいいんですが、さあこの形どうでしょうか。はい、やっぱこのまま決まりましたね、長谷川優一本勝ちで優勝です。はい、ティーンオレンジ帯フェザー決勝戦、高本哲司対遠藤今里です。はい、これもね黄金カードじゃないですか。もう何度ともなく戦ってますね、高本博一のね長男高本哲司、そしてねもう今やね売り出し中のねもうカーロス・トヨタのツートップ遠藤今里ですよ。遠藤とクリスチャンのねツートップですからね。さあこの遠藤今下からね作ってますよ、この三角どうでしょうか。青い道着が高本哲司、黒い道着が遠藤今里ですね。さあこの三角どうですかね。あのキッズだとね三角取っても頭引いちゃいけないんで、なかなかちょっと決めづらい部分があると思うんですが、それがどう影響するか。けどこの三角の形はねまだここから完全ではないので、しっかりと足の頭を引きつけて組むのはいいんですね、足を組んでから引くのが NG なんでしょうかね。さあ三角入りましたよ。さあこの状態どうでしょうか。さあじっくりと三角、けどね高本も膝を使って相手にねプレッシャーをかけていってます。さあここをね潰すことができればいいんですが、ちょっとまだエスケープできるかどうか。ちょっとマットサイドのね攻防ですよね、このまま外出ちゃうとね反則を取られる可能性もありますからね、ちょっとそこはどうでしょうかね、場外逃避行為になる場合もありますからね注意したいところ。さあどうだ、遠藤はしっかりとね微調整しつつ三角にこだわっている。
さあどうだ、ここまでいくとかなり厳しいように思いますがどうでしょうか。さあ三角、あ三角から腕取りましたね。三角から腕を決めて一本勝ち、遠藤今里ティーンオレンジ帯フェザー優勝です。はい、ティーンオレンジ帯ライト1回戦石田海対クリスチャン松尾です。はい、このね出てきましたね、クリスチャン松尾。先ほども言いました、エンゾとクリスチャンのねカーロス・トヨタ BJJ のねキッズの2トップですね。さあこのオレンジ帯のライトの1回戦石田海、このねスコーピオンジムもね今選手揃ってますからね。このねスコーピオンジムにいるこの須田優里、ここら辺がね今スコーピオンジムのキッズのエースですから、まだそこに続けとばかりにねいろんな選手いますね。さあこの石田選手ちょっとねえがっちりちょっと入ってしまうけど抱え十字に対して決まりましたね。はい、バチッと一本、クリスチャン松尾一本勝ちで決勝戦進出です。はい、ティーンオレンジ帯ライト決勝戦尾崎裕次郎対クリスチャン松尾です。はい、尾崎裕次郎徳島柔術ですね。やっぱ四国からね遠征してきて出てきております。この尾崎選手もね関東の大会でもよく出たりして非常にアクティブに試合やってますよね。さあ今引き込んで下になっているのが尾崎裕次郎、上から攻めているのがクリスチャン松尾です。クリスチャンもね本当ガードポジションがすごい得意なんでトップゲームはどうかっていったところですね。さあもうこれはもうパスマウントですか。さあもうがっちりともうパスマウントで一気に7ポイント入りましたね。やっぱここら辺のねもう相手の隙を見逃さないところはさすがだなと思いますね。さあ腕十字、マウントから腕十字、あそれはちょっと崩れましたね。さあそして今ガードかベリンボロだ、ベリンボロアタック連続攻撃、さすがここら辺のコンビネーション非常にいいですね、光るものがあります。さあベリンボロで、これはマウント、あけどアームロック取ってますよ。さあどうだこの木村決まるかどうか。さあどうだ、さあ起き上がって、今はインサイドガードになりましたね。けどこれで2ポイント入りましたね、スイープの2ポイントが入りました。けどまた脇を抱えてますよ、右手が危ないですね。さあこのねクローズドからのねこの抱えてのまた腕十字だ。さあ腕を抱えてからのまた足をねじ込んで腕を決めようというところ、おっと抜きましたね。脇を抱えるとねなかなかね決めづらいんですが先ほど決めましたからね。さあそこからのこの動きお互いいいですね。さあまたベリンボロだ、これで上を取り合い、そしてどんどん回って最終的に上を取ったのがクリスチャン。やっぱここら辺の動きさすがですね、バランスもいい。さあ上を取りましたよ。さあこの状態から何を狙っていこうというのか、いいですね今のね、シザースイープもいいですね。さあまたデラヒーバフックから、これはもうベリンボロ狙いでしょうかね。あけどそこをさあっさりパスして、これはもうサイド、そしてまたマウント。さあ後ろから今これはベースボールチョークかなんか入ってたんですかね。さあもうしっかりでもうマウント入ってますよ。さあそして締めだ、はい、送り締めで1本、クリスチャン松尾2試合連続決め切ってティーンオレンジ帯ライト優勝です。カーロス・トヨタの松尾クリスチャンです。今回は2試合やって、まあ、最後の試合はギリギリでしたけど1本取れてよかったです。ありがとうございました。はい、キッズの試合を見ていただきましたがどうでしたか。はい、もう全試合1本勝ちでね、もう非常に決めが強いキッズたち、こういった選手たちの将来が非常に楽しみな今日この頃です。はい、 CM です。柔術プリースト、柔術プリーストセレクション、今回紹介する商品はこちら、イサミのボックスバッグです。こちらボックスバッグなんですけれども、かなり大きい
バッグで多分道着2着分入れても余裕があるサイズだと思います。でターポリン素材なので雨に濡れたりとか濡れ物を入れても染み込まない素材になってます。でメインのところは大きい荷物が入るんですけど、こちらサイドに小物の入れられるチャックもついてますので使い分けしやすいですね。こちらお値段が1万1000円で販売しております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今回は ASJJF アジアオープン2023のキッズの試合を見ていただきましたが、どうでしたか？はい、非常にね、生きのいいキッズたちの、試合ぶり見ていただけると思います。次回もですね、キッズ男子、こちらもまたバリバリ決まってる選手たちがね、いるので、こちらの方ご期待ください。はい、橋本欣也の柔術プリースト。この番組は株式会社ムンジネロ、金属工事柔術一式一鉄、イサミ、ナスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本欣也の柔術プリースト、また次回お目にかかれると思います。さよなら。さよなら。